今回は前ももの筋肉大腿四頭筋の機能からサンプルメニューまで解説をしていきます。本当は私足トレ大好きなんでですね、四頭筋とかね、歯もお尻の解説ってなったらもうめちゃくちゃもう喋りたいんですけど、ビレジェンドチャンネルをご視聴いただいている皆様はね、そんなに足トレ好きじゃない方の方が多いんじゃないかなと思いますので、競技やってる人でもない限りですね、足を太くするメリットってないので、そういうのも踏まえてですね、手短に解説をしていければなと思います。早速大腿四頭筋の機能から解説をしていきますね。大腿四頭筋の機能で一番大きいのは膝関節の伸展です。もう膝を伸ばす動きですね。そしてもう一つですね、股関節の屈曲という作用もあります。膝を上げる、もも上げですね、もも上げの動きです。大腿四頭筋っていうのは4つの筋肉の総称でして、外側広筋、内側広筋、中間広筋、最後が大腿直筋、この4つあるので合わせて大腿四頭筋というふうに呼んでいるんですけども、このうち大腿直筋だけこのもも上げの股関節屈曲の作用があります。これも種目選択のコツとか注意点なんかでね、つながってくることなので、しっかり覚えておいてください。では次ですね、大腿四頭筋をトレーニングする際の注意点解説していきますね。注意点3つあります。1つ目なんですけども、スクワットとかね、ブルガリアンスクワットとかね、ハックスクワットとかね、そういったねコンパウンド種目で特に重要になってくるんですけども、しっかりと股関節から動かしていただくっていうことが大事になってきます。コンパウンド種目では大腿四頭筋だけじゃなくて、お尻とかねハムストリングの力も借りて高重量でしっかりと刺激することで、結果的にですね、大腿四頭筋にも最大限にね大きい刺激を与えてですね、筋力を高めていく、筋肥大させていくことが可能になってくるので、膝関節だけで動いてしまうと当然ですね、膝に近いところの前ももの筋肉しか使われないんですけども、しっかりと股関節から動かしてあげることで大腿四頭筋の、大腿直筋とかね、股関節に近いところとかね、お尻とかハムストリングの力も全部使って、よりね大きな刺激を大腿四頭筋全体に与えることができるので、しっかり股関節から動かしていただくっていうのが大事になってきます。そして2つ目、これもコンパウンド種目で大事になってくるんですけども、しっかりと腹圧をかけて体を安定させるっていうことになります。下半身のコンパウンド種目全般に言えることなんですけども、体幹にもものすごい強い負荷がかかります。スクワットとかデッドリフトやってぎっくり腰になったっていう方いらっしゃると思うんですけども、それだけ体幹、腰回りにも非常に大きい力がかかるので、しっかりと腹圧をかけていただいて体を安定させることによって、より高重量で大腿四頭筋を鍛えることができます。なので腹圧のかけ方っていう動画でもね解説をしているので、そちらもねご覧いただければと思うんですけども、時にはねベルトの力も借りていただいて、しっかり腹圧を高めてトレーニングしていただければと思います。そして3つ目なんですけども、代償動作を防ぐっていうことにあります。反動を使ったりしないっていうことですね。特にレッグエクステンションなんかだと体大きく揺らしてね、その反動でね上げてしまったりとか、そうなると大腿四頭筋から負荷が抜けてしまうのであんまり良くないですよということもありますし、特にスクワットなんかだと代償動作が出ると怪我しやすくなったりします。ニーインといってですね、膝は思いっきり内側に入ってしまったりとか、バットウィンクといって腰がグッと丸まってしまったりとかね、そういう動きが出てしまうと怪我につながったりするので、そういう意味では大腿四頭筋のトレーニングにおいてはしっかりと正しいフォームで安定して行っていただく、で代償動作はなるべく使わないっていうのが非常に大事になってきます。そして3つと言いましたけども、最後4つ目ありました、気合です。気合、足トレはもうね気合なんですよ。最後はもう気合です。どんだけテクニックがあってもしんどいところでやめずにね、あと1回2回上げれるだけの気合がないと大腿四頭筋ってね太くなってくれないんですよ。なのでしっかりとね大腿四頭筋を大きくしていきたい、足を太くしていきたいっていう方は一緒に気合で頑張っていきましょうね。そしてですね、次セット数とレップ数、頻度について解説をしていきます。まずレップ数なんですけども、6レップから15レップの間で組んでいただくっていうのがおすすめです。大腿四頭筋ってものすごい大きな筋肉で強い力も出せるので、基本的には
高重量で、まあ、6レップから8レップぐらいの高重量で組んでいただくっていうのがおすすめです。特にコンパウンド種目なんかはね、スクワットなんかだと高重量が扱える反面ですね、非常に心肺機能へのダメージも大きいので、あんまりねレップ数が増えて12レップから15レップとかやると心肺機能が先にダメになってしまって、四頭筋を追い込む前にウエイトをね戻してしまうっていうことが結構出てきてしまうので、スクワットのようなコンパウンド種目ではレップ数は少なめ、6回から8回ぐらいを目安にやっていただく。で、逆にレッグエクステンションのようなアイソレーション種目であんまり重量を重くしてしまうと膝を痛める恐れがあるので、アイソレーション種目では重量を軽くして12回から15回ぐらいのレップ数多めでやっていただくっていうのがおすすめです。で、セット数は10セットから20セット1週間あたりやっていただくっていう感じですね。まあ、これは大胸筋とかね、広背筋と同じぐらいのイメージで考えていただければなと思います。頻度については週に 1.5 回から3回っていう感じですね。 1.5 回って何ぞやっていう感じなんですけども、週にまあ2回で足のトレーニングをするとして、まあ、1回目は大腿四頭筋の日で、2回目はハムストリングの日で、ハムストリングのトレーニングやる中で補助的に大腿四頭筋も使うので、大腿四頭筋は 0.5 回っていう感じでね、考えていただくっていうような組み方になってきます。まあ、これも人それぞれですね、理想的な組み方っていうのはあると思うんで、まあ、目安程度にね頻度も考えていただければなと思います。で、次に種目選択のコツですね、3つあります。1つ目はスクワットをやるっていうことですね。コツというよりも種目そのものになってしまいますけども、やっぱりですね、なんといっても足トレはもうスクワットなんですよ。もうスクワットやってください。まあ、厳密に言うとね、大腿四頭筋の筋肥大にスクワットは必要なのかっていうね、筋トレ界隈で炎上しがちな話題だったりするんですけども、ここでは割愛しておきますけども、それでもやっぱスクワット重要なんですよ。そのやるかやらないかは別にしといてね、しっかりできるようにしとくことに越したことはないので、最低でもですね、ご自身の体重の2倍の重量は上げられるぐらいまでしっかりとスクワットをやり込んでいただきたいと思います。で、2つ目なんですけども、2つ目は股関節からしっかりと動かせるような種目をやっていただくっていう感じですね。まあ、なのでそのコンパウンド種目ですよね。スクワットでもしっかりと股関節から動いていただくとかね、ハックスクワットでもしっかりと股関節で受けて動くっていうような意識を持ってやっていただきたいっていうことにあります。そして3種目目なんですけども、3種目目は片足種目をやっていただくってことになります。スプリットスクワットとかブルガリアンスクワットになってくるんですけども、片足で動く種目をやっていただくことで、スクワットだけでは鍛えきれない細かい部位も鍛えることができますし、股関節周りの細かい、ね、筋肉を鍛えることで怪我の予防とかね、スクワットのパフォーマンスアップにもつながるので、結構しんどいですけども、片足の種目っていうのもしっかり取り入れていただくのがおすすめになってきます。で、これを踏まえたおすすめ種目を今からね説明をしていきます。まず最初はもう何といってもスクワット、トレーニングの王様ですね。スクワットはもう特別な事情がない限りはしっかりとやるようにしておいてください。そして2種目目がスプリットスクワットですね。これも片足種目になるんですけども、スプリットスクワットの方がブルガリアンスクワットに比べるとよりですね、大腿四頭筋への刺激が大きくなるので、まあ、ここではスプリットスクワットにしときました。別にブルガリアンスクワットは劣ってるってわけではないんですけどね、ブルガリアンスクワットはまあよりね、どちらかというとお尻への刺激が強くなるので、そっちのトレーニングの方でやったらどうですかっていう感じですね。そして3種目目はハックスクワットですね。まあ、ジムにねハックスクワットのマシンないよっていう方もね多いと思うんで、そういう方はスミスマシンでね代用していただくといいと思います。スミスマシンでも同じような動きできるので、ハックスクワットやっていただくといいと思います。そして最後4種目目がレッグエクステンションですね。レッグエクステンションは特にですね、大腿直筋への刺激が大きくなるというふうに言われているので、まあ、バランスよくですね、見栄えのいい前ももを作るためにやっていただくと非常にいいと思います。じゃあこれを踏まえてね、サンプルメニュー説明していきます。スクワットが6回から8回3セット。そして次にスプリットスクワット、これも6回から8回3セット。そして3種目目がハックスクワットですね。まあ、これが6回から10回3セット。で、最後レッグエクステンションが12回から15回3セット。これを1回でやるでもいいですし、週に2回に分けて、例えば1日目はスクワットとレッグエクステンション、2日目はスプリットスクワットとハックスクワットっていう感じで分けていただいても全然構わないと思います。1日でやるにしろ、2日に分けるにしろ、4種目かける3セットで12セットということで、まあ、ちょうどいいボリュームに収まるんじゃないかなと
という感じですね。どちらかというとこう上半身を、ね、重点的に鍛えたいという方が多いと思うので、まあ、ここまでね一生懸命やるかどうかっていうのは本当にこう皆さんのそれぞれの目標とか目的に応じて変わってくるので、大林がねそうは言ったけども、そんなにね足鍛えなくていいから、まあ1週間にスクワット3セットとレッグエクステンション3セットの6セットでいいかっていうのでも全然いいと思います。そこはねご自身の目標とかね作りたい体っていうことと相談しながらねやっていただければと思いますので、参考にしていただければと思います。ということで、少しでも参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録していただければと思います。ビーレジェンドでは公式 LINE でお得な情報を毎日配信しております。概要欄のリンクをタップ、クリックしていただいて登録よろしくお願いします。その他にも概要欄で新商品の情報を載せておりますので、そちらもチェックよろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。